こんにちは、速稼塾の方です。今回はですね、60代男性がどのように恋愛を進めていけばいいのか、そして、若い、ね、女性、自分の理想とする女性とどのように、ね、出会って、そしてお付き合いを成功させていくのかということについて、お話していこうかと思います。当然ですけども、私もまだ60代になったことはありませんので、どういうことか想像しながらなってきますんでね、本当参考の隅っこに置いていただければというふうな形でございます。ただ私はですね、モテる60代になろうと思って、この48歳の今から準備していますね。もっと前から準備しています。私40過ぎた時から、どんな50歳になろうかな、どんな60歳をこれから20年かかりで作っていこうかなというふうに、詰将棋のように毎日一つずつね、60代の自分へのプレゼントを作ってるわけなんですよ。でもっと言うと、50代の自分へのプレゼントも作ってます。でもうちょっとね、掘り下げると、私は20代の頃からどんな40代になるべきかってことをずっとね、積み重ねてきたわけなんですよね。ただ残念ながらそれが現実化されたことは非常にね、30代のうちにはなくって、40代になって今急いで取り戻そうとしてるわけなんですよね。じゃあ20代で考える理想的な40代は何なのかってことなんですけども、例えばね、お金的な余裕があること、時間的な余裕があること、気持ちに余裕があること、人とのつながり、コミュニケーションに余裕があること、いろんなね、形でやっぱり40代なりの余裕を持ってないといけないかなと思ったんですよ。それは同時に20代の私が40代の私に対して、もしくは40代の男性に対して持っていた憧れなのかもしれませんね。ということで、60代の自分に対してメッセージを送るとしたら、私が憧れる60代っていうものになります。その私が憧れる60代を想像したときに、そんな60代になっていたら、きっと憧れてくれる20代30代の女性もいるんではないかなというふうに考えたところから、今日のお話は進めることになります。ですんでね、今もうすでに60代になった方ってのは、どんな今までの過去の積み重ねがあるかってことにはかなり責任があるわけなんですよ。というのが、人はいきなり60にはなりません。だんだんと60になっていくんですよね。ですんで、いろいろと準備仕込みはできたはずなんですよ。少なくとも女性はそういうふうなところを見ます。全く過去を全く気にせずに、60代でいきなりね、揃ってきた状況を自分の人生に組み入れていこうっていうふうにはなかなか思えないんですよ。なかなか思えないのは、それは当然だと思いますよ。やっぱり、60代になってそんなことになっちゃってるの、近づかないでおこうっていうのが正直な気持ちだと思いますし、やっぱり男性の側からしてもね、こんな俺だけどいいみたいなのは、やっぱりこう謙譲というかね、どちらかというと謙遜を込めて言葉として発するならいいんですけども、本当にどうしようもない自分を、やっぱり女性の人生の足かせになるような形でね、やっぱ送りするのはなかなか、難しいところだと思うんですよ。そのぐらい60ってのは、結構ね、厳しい状況に追い込まれていたりとか、期待されるものが多かったりします。じゃあですね、今から取り戻せることはないのかなと思ったら、やっぱりあるんですよ。だからダメじゃんってことで諦めるのか、逆に奮い立っていってね、もう少しでもその理想に近づけるように、今日から気合い入れてやるぞっていうのは、でも全然違ってきます。なぜなら、多くの60代の方はやっぱりね、現実が分かっていても自分を理想に近づけていくことをしないからなんですよ。だから一部の方だけが自分を理想の60代に持っていこうとしてやるから、目立つし光るし頼りがいがあるし、将来にものすごくね、明るいものが見えるんですよ。例えばね、男はつらいよの車虎次郎さん、60代で、お亡くなりになったわけですけども、68歳だったと思うんですけども、60代になって、じゃあ多くの人から慕われていなかったかというと、ますます魅力的だったわけですよね。芸能人の方だから特別な人ですからね、渥美清さんを例にとるのはなかなか難しいと思いますけども、でも近所にもいるんじゃないですかね。なんか気のいいおじいちゃんとかね、60代なんだけども若々しさがあるとか、頼りがいがあるとか、そして20代ぐらいの女の子を笑わせてるような60代の男性、かっこいいと思うんですよ。ですんでね、私たちはやっぱりこう、どうやっても年を取っていきます。その時に突きつけられた自分の年齢と、それから周りから見られるね、その見られる目っていうのをきちんと意識してるかっていうところに立ち向かっていかないといけないのかなと思います。もう年だからねっていう言葉は絶対ご法度なんですよ。もう俺こんな年になっちゃったからは、もう本当ご法度です。いつも若いつもりでいて、そしてもっともっと若々しいことをね、言葉に出したり行動に出していかないといけないのかなと思います。例えばね、一つの例としてなんですけども、60代70代になっても、とってもね、おしゃれなスポーツウェアを着てジョギングやウォーキングをしている人がいるんですよ。そういう人と逆に、普段着に毛の生えたね、もので、
まあ、スキーみたいな棒でね歩いてらっしゃる方いますよね。これいろんな状況があるんで別にどちらかをね卑下するわけではないんですよ。でもその2つのイメージを持った時にどっちが若々しいと感じますかってことをね、まず自分の心に正直に考えてみた時にどっちも同じじゃないのっていうふうにはなんないと思うんですよ。やっぱり正直に言うと若々しいスポーツウェア、おしゃれなねパステルカラーのスポーツウェアをピシッと着てですね、靴も新しいのを履いてですね、そして帽子をピッとかぶってでなんかこうイヤホンさしてね、まあ白髪混じりでもいいんですよ、おひげが生えててもいいんですよ。60代70代でウォーキングしたりジョギングしたりしてハッハッハッってやってる姿とってもかっこよくおしゃれで、あんな年の取り方したいよねっていうふうに若い方から思われるんじゃないですかね、うん、同じ年代の方を私たちはターゲットにしてるわけじゃないんですよ。私たちっていうか私が60代になった時にどう思うかなんですけども、若い方からどう見えるかなっていうのを意識するからこそ若い方との恋愛を考えるようになるし、その逆も真理で若い方との恋愛を考えてるんだったら若い方からどういうふうに見られてるかなってことを常に意識してこう見てほしいなとかねこうあってほしいなってものを詰め込んでいかなくてはなりません。やっぱり20代の女性から見て60代過ぎてもこうであってほしいよねっていうものを全て実現できるかどうか、少なくともそれに向けてその実現に向かって挑戦してるかどうかが魅力に反映されるものだと思いますし、それが60代になった自分のまあできる責任じゃないかなと思うんですよ。責任というとちょっとね言い方が適当じゃないかもしれませんけどね、うん、そういうところにあこういうおじさんいいかもっていうふうに思わせる余地が残るんですよ。うまくいくってことじゃないですよ、その余地が残るからチャンスがまだつながれるってことなんですよ。でここで一つのデータを紹介したいと思いますけども、60代の男性で結婚を望む交際を望む人の比率どのぐらいだと思います？これは実はですね 20% なんですよ。60代になっても 20% の方が何がしかの恋愛をしたい、そしてうまくいけば結婚したいというふうに思ってるんですよ。これ恥ずかしくって表現してない方もいますからね。そうなると潜在的にはもうちょっと数字が上がるのかもしれませんけども、ここでは明確に勇気を持っていや結婚したいよねと、俺65だけども恋愛したいと思ってますよっていうふうにちゃんと言葉に表現できる方の数字を確定として盛り込んだだけでもやっぱり100人中20人が恋愛をしたいし結婚したいと思ってるはずなんですよ、データ上ね。となるとですね、60代の人が100人並んだうち80人はもうねそういう表現をすることすらはばかれるぐらいもう勇気がないわけですから、もう勇気がないっていうかね、恋愛や結婚に対してもうそこまでポジティブじゃないわけですから、このライバルには勝ったってことなんですよ。だから未だに結婚したいとかね、未だに恋愛したいと思っている60代の方がいるとしたらライバルは8割去っていってます。だからまだまだね勝負になりますよ。ただ他の年代がねこの勝負に参加してきますから、少なくとも50代の方よりは若々しくいてください、40代の方よりは重々しくいてください、うん、そういうふうな60代だと絶対にライバルに勝っていきます。なぜなら40代は60代に負けるもんかと思って気を抜いてるからなんですよ。50代の方はまだまだ60代の人よりは自分の方が選ばれるだろうと思って気を抜いてるからなんですよ。だから隙があります、チャンスがあります。で60代になった方ね、真剣に恋愛や結婚を考えてるんだったらチャンスはありますよ。ただ今お話したように20代の方がね、もしくは30代の女性が60代の人にどんなことを期待してるかってことをきちんとね耳を傾けて注目して自分に取り込んでいかないといけないんですよ。そういうふうにして同じ目線に合わせるってことがなければ恋愛のチャンスは絶対残んないんですよね。高慢になっちゃいけないんですよ。俺は60代で年相応のことしてるんだ、こんな俺でもいいんだったら来てくれみたいなこと言ったら誰も来ないですよ。そうじゃないんですよ。自分が選ばれるためにどのくらいのことをしてるかってこと、これをね謙虚にやってるってことに対して、あ、話が分かる人かもっていうふうに思ってもらえるチャンスが残るんですからね。私はそういうふうに考えてます。これね60代の自分へのメッセージの動画ですよ、これはっきり言ってまあですので着るものもやっぱり、ね、高くなくていいんでおしゃれであってほしいし、それはね体も健康のために鍛えていただきたいし、60代というと残りの人生は20年しかないわけですよ、引き算したらね。ただやっぱりね、うん、忙しく過ごしているとその20年がすごく短くなっちゃうんで、本当に余裕のあるね60歳、60代、70代を過ごしていくんだろうなっていうふうに思わせることが大事です。これは実際には忙しくても、いや今日も忙しくてねって表現もなしです。いつでも時間取れるよ、これがいいですよね。で着信があったら5分以内にかけ直すことができる状態、これもいいですね。着信が例えばあるじゃないですか、5分以内にかけ直してごめん今忙しいんで今日の夕方いいかなって感じで切ればいいじゃないですか、ね、そのレスポンスの良さってのも大事なんですよ。
もう忙しくっていつまで経っても携帯電話捕まらないみたいな60代は忘れられていきますから、まあ、ですんでね、その辺も気をつけていっていただきたいかと思います。そしてですね、ちょっとデータ見ながらになりますんで横目に走りますけどすいませんね。60代の男性が婚活する理由、恋愛をする理由っていうのがあると思いますんで、もし当てはまっていたらちょっとね、もうちょっと動画を見ていただきたいと思います。それはですね、信頼できるパートナーと一緒に時間を過ごしたい、暮らしたい、年を取りたいっていう願望なんですよ、ね、そうじゃないですか、ね、信頼できるパートナーですよ。というのが60代で始まった恋愛って壊れにくいんですよ実は、ね、もうやっぱり人生豊かに過ごしてる人が相手ですから、もしくは60代の方にしっかりと寄り添うね、見識を持った20代30代もしくは40代の女性の方が相手ですから、まあ、いわゆるね軽くないわけですよ。だから実はね、うまくいきだしたらもう本当にうまくいきます。そっからの後も一瞬だけうまくいくってことじゃないんですよ。焼けぼっくりに火みたいなことは起きないんですよ。例えばね、60代の方が20代の方30代の女性とね恋愛するとして短く終わることはありません。だから捕まえたら本当にね、それはね20年走れると思いますんで、非常にね、20代30代の頃に男性がする恋愛みたいに短くはないんですよ。3年も付き合ってんの長いねじゃないんですよ。もうそれからずっとですから。そう思うと残りのもう一花咲かせるために全てをかける価値はあると思うんですよ。60代の男性頑張ってほしいと思います。じゃあね、60代の男性にとっての恋愛対象の女性はってことですけども、若くて綺麗な女性です。これは変わんないですね。女性の方には申し訳ないところがありますけども、男性はおそらくいくつになっても自分のことをねさておいて、やっぱり20代30代の若い女性に惚れられることを期待してるでしょうね。だからですよ、だから20代30代の女性が求めてるような60代の男性にならなければ、それはただ寝言言ってるだけになりますからね。だから20代30代の女性が何を求めてるのか、どんな60歳以上の方だったら恋愛対象に選んでもいいかもっていうふうに思っていただけるのかってことをきちんとリサーチしなければなりません。まあどういうふうな人をね求めているかってことはこれからじっくりと私もねお伝えしていきます。今日はこんな男性を20代30代の女性が求めているってことをねつらつらと喋るとまだ長くなりますので、今日は軽くお話しするだけにしておきます。それはですね、健康で若々しい60代の男性ですよ。そしておしゃれでいることです。どうですかね、大丈夫ですかね。そしてさっきも言いましたけども、レスポンスが早いことです。20代30代の女性が60代の男性に連絡を取りたくって、例えば LINE とかね携帯の着信を残した時に、何らかのメッセージを残した時に5時間待たせたら終わりですもんね。3時間もちょっと危ないです。もう私の理想としては5分以内にとりあえず返信すること。ごめん、ちょっと後で連絡するから待ってでいいじゃないですか。で10秒かかんないですよ。だからそれができるかどうかなんですよ。要するに、いつもこの人は時間的余裕があるのねっていうふうに感じさせることが大事なんですよ、ね。だから今ちょっと忙しいからって言えるかどうかなんですよね。LINE の返信でもいいじゃないですか。そういうことができるかどうかになってきます。長くなりますのでこの辺にしときましょうか。はい、では出会いの場っていうところなんですけども、今はね出会いの場は結構いっぱいあるんですよ。でもその中でも趣味の、コミュニティがいいんじゃないですかね。これはね出会いやすさとそのコミュニティに対する信頼とあとは年齢のバランスでおすすめします。コミュニティの場です。20代30代の女性があるね一定の趣味のサークルに参加するとして、やっぱそこに集う同じ年齢の方っていうのはやっぱ同じように余裕がある方ですよ。時間的な余裕とか時間的なお金的な余裕がね、そうなると異性の割合ってぐっと減るんですよ。20代の女性がなんかのねお料理サークルとかなんか釣りのサークルか分かんないですよ、ドライブのサークルか分かんないですけども、サークルに集まりますよね。大抵それね平日のお昼とかに、そのサークルコミュニティっていうのを設けられるんですよ。場合によっては午前中です。そんな時にやっぱりね20代30代40代の男性はいないんですよ、ね、いないでしょ。でそこでですね60代ぐらいの男性の出番ですよ。頼もしい60代の男性がそこにいたら、まあ、刻一点と言いますかね、女性の多い中で男性がポツンといるわけですから、これはね目かけられますよ。それこそなんですよ、女子校に転校してきた新任教師の感じですよね。こういうの分かりますかね。16、17の娘さんがたくさんいる女子校に新しい先生が赴任してきました。60代です。
これモテますがな、それは。いや本当ですよ、女子校にいる60代の男性だってモテますからね。ただね、おじいちゃんみたいな老人60歳はモテません。やっぱ先ほどお話したように若々しくってユーモアなセンスがあってね、清潔感あって元気なね、元気な男性がモテます。まあ、ですんでこういうふうに今言った要素ね、元気さとか若々しさとかおしゃれな要素はきちんと残しておいていただいて、60代ってものをね過ごしていただきたいと思います。これは今日からでもできるでしょ、うん、元気っぽく見せることとかね、それからちょっと着るものに気を使ったりとか、うん、なんかねしわくちゃの服着ないとかね、うん、やっぱきちんとハンガーにかけるとか、香水シュシュと振るとかね、うん、汚れつかないようにこうケアするとか、そういうふうな着るものとか自分の見た目にケアができる男性、これはね最低ラインなんですよ。それをしなかったらもう完全に生理的に無理で弾かれちゃいますんで、恋愛どころか口も聞いてくれませんからね。というところで出会いの場は地域のコミュニティをまずは考えてみてはいかがでしょうか。さあ行動するかどうかはもうあなた次第です。行動した人の中から選ばれる人が少数決まります、うん、はっきり言って勝負はそんなに有利ではありません。有利ではないんですけども、でも最後一花咲かせようと思う60代ならできるはずですね。はい、というところでございます。いささかね的外れなところもあったと思いますけども、私が60代になった時に考える、うん、まあ奥さんがいるんでねもう考えないですけども、60代になってもしね20代や30代の女性のチャンスを、恋愛のチャンスを狙うんでしたら、私はこういうことをするよってことをね何回かに分けてお話しする、その今日は1回目でございました。どういうふうにお感じになったでしょうか。それでは失礼します。